いいの。いいんじゃない。いいんじゃない。いいの。というわけで皆さんこんにちは。こんにちは。はい、私葉っぱの葉に夜空に浮かぶ月しおりのしおり、理由のりと書いて葉月しおりと申します。よろしくお願いいたします。葉月ルーペ。はい、葉月ルーペでございます。はい。ね、一つ前の江中ひとみちゃん良かったですね。っていうかかなちゃんとひとみちゃんユニット本当に組んだの？組んだんじゃない？いいなぁ私も入りたかった。トリオ？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 デュエットじゃない？トリオ？いや、すごいね、アスピレーションね、かっこいい曲でしたもんね。いいなと思って。ああいう曲も歌えるんですね、ひとみちゃんは。素晴らしい。すごい、すごい嫌味感が強い。素晴らしい。いやいやいや、そんなことはないない。ほんとか？しゃれあったか。はい、塩飲みじゃねえんだよここ。というわけで、まずはね、白石かなちゃん誕生日おめでとうございます。まだちょっと先になるのかなですけど、バースデーライブということで、お招きいただきましてありがとうございます。はい、私はですね、アイドルではないんですね、ずっとアイドルさんが結構出て、バナドルです。バナドルです。森口博子です。もういいや、行こう。はい、自称型萌えソングの女王葉月しおりです。アイドルではございません。シンガーソングライターでございます。なので、まずは、1曲目と2曲目を続けて聴いていただきたいと思うんですけれども、まず1曲目は自称型萌えソングの女王葉月しおりが、作った第1弾の曲と、私が生まれて初めて、作詞作曲した曲2曲を続けて歌いたいと思います。では聴いてください。 Love you new 悔しい苦しいほどあなたのことを愛したいるから悪い恋だったとしても初めから分かって
という曲を、聴いていただきました。というわけで、自称片思いソングの団長葉月しおりなんですが、今度はちょっとバラードで行かせていただきます。なんでですか。ね、合わないよねこの場所にね、この空気感にね、合わないよね。でも、うん、歌いたいので歌わせてください。では聴いてください。マイハート私の思い。Oh,
ルーペというわけで、ラストの曲になりました。かもしれない。現に来てる人もいるかもしれない。あるかもしれない。あるかもしれない。では最後の曲はですね、いつもナスさんの曲で歌っているんですが、自分のライブで、その曲を歌わせていただきます。止まない雨はない。雨が止むと虹がかかります。今日はどんなに辛くて苦しいことがあった日だったとしても、明日はきっといいことがあるさ。では聞いてください。2、3、4、5。では、私が客席にマイクを向けましたら
ぱいいですね、いい歌歌ってくださる、はい、なんかねみんなアイドルの曲ばっかりだから大丈夫かなって思って、ね、いやね、なんか盛り上がってませんでしたかね、そうそう、うん、そう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 あ、そう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 、ですね、お11月14日の木曜日に、葉月しおり私主催私主催の、ライブがございます。ライブペリドットボリューム14、会場は阿佐ヶ谷ドラム、オープンが18時30分、スタートが19時、チケット代は1500円プラスワンドリンク制となっております。で、一つ前に出ていた江中ひとみちゃんも出てくださいます。で、今日はオケだったんですけれども、ここの、ライブペリドットでは、私のプロデューサーであられます藤井義彦と、愉快な仲間たちとコラボしながら生演奏でお送りいたしますので、ぜひぜひ見に来てください。かなちゃんもね、2回ぐらいね、はい、ね、出演してくださってね、はい、ありがとうございました。また出てください。その時はみんなかなちゃんの時で出る時来てくれるかな。いいと思う。くれーくれーくれーもう古いんだよ。まああとは葉っぱの葉よそらの一個ぶすき塩止めのしおりゆうのりで葉月しおりで、検索したら何かしら出てきますので、よろしくお願いいたします、はい、葉月ルーペを置いて葉月ルーペで調べたら虫眼鏡しか出てこないから、はい、ちゃんと出てきませんので、はい、葉月しおりで検索してみてください。以上です。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。